おはようございます。 OSP のダックビル、ね、2420円ということで、見てこのリップね。あ、昔はねあったけど、なかなか今にはないこの形、気になったんで一つ買ってみました。早速開けてみたいと思います。出してみるとこんな感じね。サルカンがついていて、いやー、やっぱりこの超幅広リップが目を引きますね。これね、確かボーンカラーだったと思うんですけど、ちょっと甲高い音がね、するモデル。これとね、ちょっと透明な素材のモデルと2つあったんですけども、こんな色選んでみました。じゃあ早速ね、どんな感じなのか使ってみたいと思います。ダックビル。すごい、すごい、ダックビルアクションすごいな、これ、うわ、すごいな、この動き、はいはいはい、ちょっと、すごいな、この動き。流れとかあると破綻しちゃうぐらいの動きだね。ダックビルアクションちょっと想像を超えてくる。なんだろう、これもビッグベイトみたいな、なんかこれすごいな。うわあ、ちょっとダックビル想像の斜めを上を引くアクションでした。うわー、もうちょっとナチュラルっぽいカラーにした方が良かったかな。うわー、すげえ動きだなこれ。おい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 っていう。どうしようってぐらいの、ちょっとゆっくりめに巻かないと動きが制御しきれない。はあ、これなんだろう、こんな動いて、霞水池マーティーレイクとかが良かったかもしんないな、これな。ちょっとこのエリア、ダックビルのこの魅惑のダックウォーク、なんか障害物のそばでグイ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 ってアクションさせるのとかがいいのかな。ただ巻きだとこれ暴力的な動きですね。あー、でも目の前で連続ジャークをかまされてるみたいな気分にバスなるかもな。あのバスが思わず徐々に寄ってきて食べちゃうアクション、ちっちゃいミノをこうダン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 ってこうショートピッチでジャークさしてるような、そんぐらいの勢い。あー、与えてる波動はもうそんなもんじゃないですけど、
サブサーフェイスっていう感じのところを泳ぐんで、もうほぼほぼトップウォーター投げてるような。わあすげえ。結構巻き抵抗は強めなんで、少しこれね、あのエバーグリーンの強めの竿をプレゼンスですけど、ちょっと強めの竿の方が、針も大きな針ついてるからね、これ食ってきたらなんかでかそうだからな。ちょっとカッチリした竿でやる方が使いやすいかもしれないですね。でもこの竿でこの抵抗で食ってきたら俺今手首返されちゃうなと思うな。そんぐらいダカ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 っていう。一箇所でネチネチした動きもすごい得意そうなんで、もうちょっとバスが上を注目してくれてるような状態じゃないときついかな。まあでもそれを呼んでくればいいのか。すげえなこの動き。ウォーキングザドッグじゃん、ウォーキングザダックだねこれ。キングザダックアクション、はあ、面白いルアーだなあ。ファン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 ってこのなんか明滅する感じも早巻きしたらもうなんかわけわかんない。わあ。面白。巻いてきてこう障害物のそばでクイッ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 クやるのとか良さそうです。うわあ、ギルがなんか追っかけてきた。はあ。トップウォーターみたいにも使えるからな。ちょっとゆっくりめに巻くとやっと少し潜り出して、
それはそれで魅惑的な動きだから、ね、今エクストラハイギアのリールでついついゴリゴリゴリって早く巻いちゃってたけど、なんかゆっくりで千鳥連打みたいな動きもいいなぁ。ローギアリールでなんかしっとり巻き続けるのとかも良さそうですね。うん、面白い。なんかもうちょっと諸外物とかがしっかりあるようなそういうところで使いたいな。でもどっかでズバッて湧いてくるんじゃないかなと思って、毎頭気になっちゃうな。ちょっと言葉少ないなっちゃいます。これ出そうみたいな感じの、湧いてきそうみたいな動きだから、これで下からカーって食ってきたい。これ夕まずめもう一回投げてみようかな。よっしゃ、出た出たよ、ダックビルフィッシュ。おまま引く、まま引く、ダックビルよいしょよいしょ、はい、ダックビルにこばすやった。でもね、すごい出方してくれた。あのね、シェイキーみたいな感じで、こう、もう表層トップ使い、キュッ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 ってね、平を打たしていたらガバってね、トップで出てきてくれたね。いやー、嬉しいなー。しかもね、自分で作ったアワビ竿。やったね。イェーイ、ダックビルフィッシュ。はい、はい。はい。ダックビルと、コバスくん、すげえ引きしてくれたな。ありがとう。うわ、ありがとう。ダックビル。なんか、そうっすね。こう投げて、岸際入れて、で、ただ巻きでなかなか釣れなかったから、こう、竿先でちょんちょんやると、あの、巨大リップがブレーキになって、もうその場でこう、スーパー切りもみアクションをしてくれるんですよね。うん、なんかこう 泳がせて水中でこうっていうより、今日の感じだともう水中に入れるより、こう水面でちょい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 ってこう延々に平をこうやって打たせて、今もね後ろでこれついてきてるんですけど、こういうなんか、シェイキーアクションっていうんですかね、最近流行りの、ちょっとフラットサイドでピラッ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 っていう感じでやるやつだと思うんですけど、こうもうウォブル全開のダックビルの、なんだろう、その場で定点保持する能力を生かして一点でネチ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 やっていたらガバチョって出たけどね。でボーン素材のやつだから、こう甲高いヒャチャンヒ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 ャンっていう感じの音が出ていて、あー、でも動画で見たみたいに、こう立ち木の際とかをただ巻きでやってねえ、バスを沸かせる、そんな使い方もしてみたいな。ここちょっとね障害物が少なめなんで、この
水面を障害物と見立てて、ね、トップ使いで食ってくれましたけど、なんか岩盤際のいいとこに入れたらね、こうちょんちょんちょんとやりながらだと本当なかなかね寄ってこない。もう延々にその場であのでっかいリップが抵抗になってブレーキになってアクションし続ける、水中にアピールをし続けてくれてるような感じっすね。なんかある程度以上のテンションでやるとこのひっくり返っちゃうぐらいになるんですけど、そうならないギリギリぐらいの感じでちょん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 やると、うわー今の気持ちいい出方だったなあ。つうかもう暗くなんな、帰ろう、やばい。はい、というわけでね、 OSP のダックビル初めてね持って行って使ってみたんですけども、最近にはないね、ほんとこの形状でちょっと見たことないようなね、ものすごいウォーブリングアクションを見せてくれるので、ちょっと気になっている人はねぜひねゲットしてみてほしいんですけども、ただね今回あの使って、まあ、結構ね終日通してねところどころで投げてみたんですけども、まあ効くときはめちゃくちゃ効くけど、いつも万能っていうわけではないなっていう感じを受けたので、そこでですね今回釣った時に試したのがシェイキーアクションということで、さっきも説明していましたけども、投げてですねちょん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 と竿先でね、ドッグウォークさせるようなアクションを入力していくとですね、非常にその場から動かずですねすごい首振りをしてくれるんですよね。でその際にボディの大きさも相まってね、かなりね、下に重めの波動をね届けてくれてるんじゃないかなっていうことで、でたまらずねバスがバシャーってトップウォーターみたいに出てくれたんですけども、ただ巻きはねもちろん本当非常に魅力的な動きをするのと、まああとはねそういうちょん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 ってアクションの時にものすごいね定点保持の首振りをしてくれる。で、後半でね使った竿と前半で使った竿で違うんですけども、抵抗が大きいのかなと思ってね、最初ねジグロットみたいな竿でやってたんですよね。でそれでもね結構使いやすいんですけど、あんまり硬い竿で使うと、ボディがもうね360度ねこうグリーンって回っちゃって水面からね、飛び出すような感じになって、まあそれはそれで巻きスピードとかで調整できるんですけども、後半はねビッグベイトで使っているようなちょっとね穂先が入るパラボリックに曲がるみたいなね、竿に今これね変えて使ってみたところ、すごい使いやすくてですね、だから強めのもう本当ですねクランキングロッドで、あとちょっと長めの竿が使いやすいのかなーって、水深め固めでクイッピってやるとね動きが破綻しちゃう時があったので、長めで、よく曲がって、だからね本当ねグラスコンポジットの自分の持ってる竿だとタトゥーラのクランキンとかで使ったら一番使いやすいんじゃないかななんていう風に思ったんですけども、小技を効かしていくときはね短め固めでもねいいのかなと思うんですけども、ただねあんまりハイギアのリールで使ってしまうとこうグリーンってね一回転してしまうことがあるかなと思ったので、通常の巻きスピードのものかローギアのリールで強めのグラスコンポジットの長めの竿、こんな竿で使ったらね使いやすいんじゃないかなと思いました。これをまあ1日巻き倒すっていう釣りもね面白そうなので、ちょっとこういう釣りが有効そうな時はそういうね釣り竿も持ってこようかなと。これはね今ね自分で作ったねビッグベイトロッド、まあワームとかも使えるよっていうような感じのね竿でやってるんですけど、この竿になってからはねあのグリーンってねボディが1回転することも少なくなったので、で穂先がねちょっと曲がる竿なんで、ちょん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 ってこういうねシェイキーみたいなアクションを入れると気持ちよくね、首を振ってくれる。まあ何にしてもね非常に面白いルアーなので、まあいつも有効ではないけども、でも他にはないタイプなのでボックスにはまあ常備的に
入れておこうかなって、そんな風に感じさせてくれるルアーでした。また引き続きこれ秋なんかにねめちゃくちゃ効くんじゃないかなっていうタイプのルアーなので、まあまあ夏の時期も使ってみますけども、タイミングタイミングでね釣れたらこうやって動画にまとめていきますので、ぜひねチャンネル登録と、あとねぜひシェイキーアクション釣れてよかったじゃんね、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。